ドルニエ・ドゥ R アールドルニエ・ドゥ r アール4、ズーパー・バールドルニエ・ドゥ R、アール、ズーパー・バールは、1920年代のドイツの旅客飛行艇である。ドゥー・アールは、高い位置で支柱に支えられた、大きな一枚の主翼と長い胴体を持つようにドゥ J を大型化した機体として開発された。ドゥ J が創発だったのに対して、最初に製作された3機を除く全機が4機のエンジンを備えていた。 ルー r ーは前方キャビンに11名、後方キャビンに8名と合計19名の乗客を搭乗させることができた。最初の R にズーパーバール D-1115 は1926年9月30日に初飛行を行った。2機の出力 650HP のロールスロイスコンドル3エンジンを主翼上の胴体線上に タンデム配置し、おのので、牽引式プロペラと推進式プロペラを駆動した。D-1115 は、第一次世界大戦後にフリードリヒスハーフェンのマンツェルにある、ドルニエ社の工場で製造することのできた、大型飛行艇であった。ズーパーバールは、ゼフェラと後に、リストのドイツ運輸飛行士学校に収益した。この二つの組織は、ベルサイユ条約の制限に違反して、 ドイツが水蒸気の軍事運用の研究のために設立したものであった。1927年にはゼフェラ向けにさらに2機の R にズーパーバールが製作された。ノルオールと命名された D-1255 と出力 800HP のパッカード製エンジンを搭載した D-1385 は時折ルフトハンザ航空で使用され、 1936年11月まで収益していた。1月20日から2月5日にかけて、ドルニエ社の主任パイロットのリハルト・バグナーが、新しい R4 ガスアパーオールで、水蒸気クラスで12の世界記録を樹立した。この型の機体は、ノームエローヌ製ブリストルジュピター製型エンジンか、出力 525HP のシーメンス製、ブリストルジュピターを搭載して、 さらに11機が生産され、1929年、30年から、サナとルフトハンザ航空に収益した。ルフトハンザ航空以外では6機のズーパーバールが、イタリアの航空会社サナで1930年代初めから、イタリア西岸路線とスペインへの路線で、定期航空便として使用された。三機の機体が失われ、百三十四年には、ズーパーバールアイルドが、 イタリア航空省に収益し、これがイタリアで使用された最後のスーパーバールとなった。本機は、急ったフラスキー2世アッソ500エンジンを搭載していた。少なくとも1機のスーパーバールが実質的にスペインのカーサで組み立てられた。R にスーパーバール D-1255 ノルオール 2R。ありがとうございます。